パズルで楽しむ理算数学の最先端、重心合わせパズルの話をしていきます。まず、重心合わせパズルというのがどういうパズルか紹介します。この図のように、多角形とその内部に1個点が与えられています。そしてこの多角形の周上に赤、青、緑という3つの点が与えられています。赤、青、緑の点はこの周上ならばどこにでも動かせます。目標は赤と青と緑の点が作る三角形の重心、今示されている黒い点を白い点と同じ場所に持っていくことです。試してみましょう。なかなか合いませんね。もう少しです。あ、合いました。このように赤と青と緑の三角形の重心が白い場所に重なりました。このように重心合わせパズルでは、多角形とその中の一つの点、白い点が与えられたときに、多角形の周上に3点を置いて、その3点の重心が白い点と重なるようにできるかどうかということを考えるパズルです。このようなパズルはいつでも解けるのでしょうか？実はいつでも解けるということが証明できます。この図は証明のイメージです。パズルでは3つの点の重心を白い点に合わせるということを考えましたが、この証明のイメージ図では2つの点の重心、つまり中点を白い点に合わせるという場合の証明をイメージ図で表しています。この図に書かれているのは、2つの多角形の交点を求めるという問題にこのパズルが帰着されるということです。2つの多角形の交点を求める手法には、線形計画法や計算幾何学というものがあります。つまりこの交点を求める手法を使うことで、重心合わせパズルを実際に解くこともできます。もっと難しくても解けるのでしょうか？実を言うと、3つ以上の点を使うことを許せばいつでも解けるということがわかります。この図では正六角形の重心を5個の点の重心に合わせるということをやっています。ここで使っているのは5個の点であり、3つではないわけですけども、それでも必ず解けるわけです。また3つ以上の点の中に重みがあっても解けるということが分かっています。この例では赤い点に4、青い点に2、緑色の点に3という重みが与えられているんですけども、その3つの点の重み付き重心が白い点と合っているということになっています。このように点に重みがあってもいつでも解けるということが証明できます。では皆さんにチャレンジです。今この図のように正方形の中心を考えてみましょう。その正方形の中心に3つの点の重心が合うように、3つの点をこの正方形の周上に置くことができるでしょうか？先ほどの定理からそのような方法は必ずあるのですけども、実際に皆さん見つけてみましょう。またそのような合わせ方が何通りあるのかということを考えてみてください。ご視聴ありがとうございました。